全く意味がありません。トロトラストの場合のこのちょっと小さい数字なんで大きい方は後で見てほしいんですが、これは実際にトロトラストというのは造影剤でして、1890年からドイツで用いられ、1930年頃から日本でも用いられましたが、その後20から30年経つと肝臓がんが 25% から 30% に起こるということが分かってまいりました。最初のが出てくるまで20年というのはなぜかというと、最初にこのトロトラストアルファ線核種なんですが、アルファ線は近隣の細胞を障害します。その時に一番やられるのは P53 という遺伝子です。我々は今ゲノム科学というので人の遺伝子を全部配列していますが、一人の人間と別の人間はだいたい300万箇所違います。ですから人間を同じとしてやるような処理は今日では全く意味がありません。いわゆるパーソナライズドメディスンと言われるやり方で、放射線の内部障害を見るときにも、どの遺伝子がやられてどういうふうな変化が起こっているかということを見ることが原則的な考え方として大事です。トロトタストの場合は第1段階では P53 遺伝子がやられて、それに続く第2第3の変異が起こるのが20から30年後かかり、そこで肝臓がんや白血病が起こってくるということが証明されております。次に要素131、これは要素はご存知の通り甲状腺に集まりますが、甲状腺への集積は成長期の甲状腺形成期が最も特徴的であり、小児に起こります。しかしながら1991年に最初ウクライナの学者が甲状腺がんが多発しているというときに、日本やアメリカの研究者はネイチャーにこれは因果関係がわからないということを投稿しております。なぜそう言ったかというと、1986年以前のデータがないから統計学的に優位だということを言えないということです。しかし統計学的に優位ということが分かったのは、先ほども永滝先生からお話がありましたが、20年後です。20年後に何が分かったかというと、86年から起こったピークが消えたために、これは過去のデータがなくても因果関係があるということがエビデンスになった。いわゆるですから疫学的な証明というのは非常に難しくて、全部の事例が終わるまでだいたい証明できないです。ですから今我々に求められている子どもを守るという観点からは全く違った方法が求められます。そこで今行われているのは、ここには国立のバイオアセイ研究センターという化学物質の効果を見る福島昌司先生という方がずっとチェルノブイリの尿路系に集まるものを検討されていました。福島先生たちがウクライナの医師と相談集めて500例以上のこの前立腺肥大の時に手術をしますと、その膀胱も取れてきます。これを見まして検索したところ、高濃度汚染地区、尿中に6ベクレルパーリッターという微量ですが、その地域では P53 の変異が非常に増えていて、しかもその増殖性の全がん状態、我々から見ますと P38 というマップキラーゼと、それから NF カッパー B というシグナルが活性化されているんですが、それによる増殖性の膀胱炎というのが頻発でありまして、かなりの率にもう上皮内のがんができているということが報告されております。それでこの量に愕然といたしましたのは、福島の母親の母乳から2から13ベクレル7名で検出されているということがすでに報告されていることであります。次のページお願いします。我々アイソトープ総合センターでは現在まで毎週700キロメーターだいたい1回4人ずつの署員を派遣しまして、南相馬市の除染に協力しております。南相馬でも起こっていることは全くそうでして、20キロ30キロというか分け方が全然意味がなくて、その幼稚園ごとに細かく測っていかないと全然ダメです。それで現在20キロから30キロ圏にバスを立てて1700人の子どもが行っていますが、実際には避難、その南相馬で中心地区は海側で、学校の7割は比較的線量が低いです。ところが30キロ以前の飯舘村に近い方の学校にスクールバスで毎日100万円かけて子どもが強制的に移動させられています。このような事態は一刻も早くやめさせてください。今その一番の障害になっているのは強制避難でないと保証しないと、その参議院のこの前の委員会で当時の東電の清水社長と海江田経済産業大臣がそういう答弁を行っておりますが、これは分けてください。保証問題とこの線引きの問題と子どもの問題は直ちに分けてください。子どもを守るために全力を尽くすことをぜひお願いします。それからもう一つは、現地でやっていますと除染というのの緊急避難的除染と恒久的除染をはっきり分けて考えていただきたい。緊急避難的除染を我々もかなりやっております。例えばここの図表に出ておりますこの滑り台の下、滑り台の下はちっちゃい子が手をつくところですが、この滑り台に雨水がザーッと流れてきますと毎回濃縮します。右側と左側とズレがあって片側に集まっていますと、平均線量1マイクロのところだと10マイクロ以上の線量が出てきます。それでこういうところの除染は緊急にどんどんやらなくてはいけません。
それからこういうさまざまな苔が生えているような雨どいの下、これも実際に子どもが手をついたりしているところなんですが、そういうところは例えばですね、高圧洗浄機を持って行って苔を払うと、この2マイクロシーベルトが 0.5 マイクロシーベルトまでなります。だけれども 0.5 マイクロシーベルト以下にするのは非常に難しいです。それは建物すべて、樹木すべて、地域すべてが汚染されていますと、空間線量として一箇所だけは洗っても全体をやることは非常に難しいです。ですから除染を本当にやるというときに、一体どれくらいの問題がかかり、どれくらいのコストがかかるかということを痛い病の一例で挙げますと、カドミウム汚染地域大体3000ヘクタールなんですが、そのうち1500ヘクタールまで現在除染の国費が8000億円投入されています。もしこの1000倍ということになれば、一体どれほどの国費の投入が必要になるのか。ですから私は4つのことを緊急に提案したいと思います。第1番目に、国策として食品、土壌、水を日本が持っているですね、最新鋭のイメージングなんかを用いた機器を用いて、もう半導体のイメージ化は簡単です。イメージ化にして流れ作業にして、このシャットしていってやるということでの最新鋭の機器を投入して抜本的に改善してください。これは今の日本の科学技術力で全く可能です。2番目、緊急に子どもの被曝を減少させるために新しい法律を制定してください。私のやっている、現在やっているのは全て法律違反です。現在の障害防止法では、各施設で扱える放射線量各種などは決められています。東大の27 の、 そのいろんなセンターを導入して現在南相馬などの支援を行っていますが、多くの施設はセシウムの使用権限なんか得ておりません。車で運搬するのも違反です。しかしながら、お母さんや先生たちに高線量のものを渡してくるわけにはいきませんから、今の東大の除染では全てのものをドラム缶に詰めて東京へ持って帰ってきております。受け入れも法律違反、全て法律違反です。このような状態を放置しているのは国会の責任であります。全国には、例えば国立大学のアイソトープセンターというのは、ゲルマニウムをはじめ最新鋭の機種を持っているところがたくさんあります。そういうところが手足を縛られたままで、どうやって国民の総力を挙げて子どもが守れるでしょうか。これは国会の完全なる怠慢であります。第3番目、国策として土壌汚染を除染する技術を民間の力を結集してください。これは例えば東レだとか栗田だとか、さまざまな化学メーカーに、千代田テクノだとか、アトクスというような放射線除去メーカー、それから竹中工務店なんか、さまざまなところは放射線の除染などに対してさまざまなノウハウを持っています。こういうものを結集して、現地に直ちに除染研究センターを作って、実際に何十兆円という国費がかかるのを、今だと利権絡みの公共事業になりかねない企業を私すごく持っております。国の財政事情を考えたら、そんな余裕は一瞬もありません。どうやって除染を本当にやるか、7万人の人が自宅を離れてさまよっているときに、国会は一体何をやっているのですか。以上です。